はい、明日の、鶴太郎の波予測です。4箇所、白浜、鴨居、引き大崎、久美、長見、城見露津、串本、須江、これの、ポイントで、波、風、波の周期など、ピンポイントで載せています。もう明日は、波は、どこも1メーターから 1.2 メーターもうベタです。で波周期も、6秒、2秒、2秒って言ったらもうほとんどもううねりがない状態です。で風も北からちょっと南、昼から南入るんですけども、風自体すごい弱いのでほぼ、南と言ってもほぼ関係ありません。で風速も1メーター、2メーターなので、風もなく暖かくなりそうです。